ピルビン酸キナーゼは3つのドメインからできたタンパク質である。タンパク質ドメインはタンパク質の配列、構造の一部で他の部分とは独立に進化し機能を持った存在である。それぞれのドメインはコンパクトな三次元構造を作り独立に折りたたまれ安定化されることが多い。多くのタンパク質がいくつかのドメインより成り立ち、一つのドメインは 進化的に関連した多くのタンパク質の中に現れる。ドメインの長さは様々で25残機程度から500残機以上に及ぶものもある。ジンクフィンガーのような最も短いドメインは金属イオンやジスルフィード結合によって安定化される。カルモジュリンにおけるカルシウム結合性の EAF、ハンドドメインのようにドメインはしばしばタンパク質の機能ユニットとなっている。またドメインは 自己安定化されるため、遺伝子工学によって、タンパク質間での組み換えを行い、キメラを作ることができる。タンパク質のドメインという概念は、リゾチーム、パパインの結晶の X 線解説の研究、免疫グロブリンの部分的な分解の研究等を受けて、1973年に DB ・ウェトローファーにより提唱された。ウェトローファーは、ドメインを自律的に折りたたまれる、 タンパク質構造の中の安定なユニット部分と定義した。ドメインはコンパクトな構造で独自の進化をして独自の機能を持ち独自に折りたたまれるものと定義された。ドメインは他のドメインと組み合わさってマルチドメインを作ることがある。マルチドメインを持つタンパク質ではそれぞれのドメインは独立にそれぞれの機能を果たすか隣接のドメインと協力し合って 機能を果たす。またドメインは、ウイルスの殻や筋肉繊維などのような大きな集合体の一モジュールとなったり、酵素や制御因子の触媒部位、結合部位となることもある。一例として、ピルビン酸キナーゼでは、オールベータの調整ドメイン、アルファ、ベータ基質結合ドメイン、アルファ、ベータ核結合ドメインが、ポリペプチドのリンカーで結合されている。 これらのドメインは別々のファミリーに属している。酵素の中心にある TIM バレルの基質結合ドメインは最もよく見られるものの一つである。これは相互に全く関係のない反応を触媒する多くの異なった酵素ファミリーの中に見られる。TIM バレルはこのような構造のうち最も早くに構造が解かれたものである。キャスドメインデータベースには現在の ホモログファミリーが分類されている。TIM バレルは、ベータアルファーベータというモチーフを持ち、末端同士が水素結合で閉じられている。起源については、大昔の一つの酵素にあったものが急速に拡散したという説や、収束進化によるという説がある。ピルビン酸気のアゼ中の TIM バレルは、ドメインを形成するのに二つ以上のポリペプチド差を要するという意味で、 不連続である。これは、タンパク質の進化中にあるドメインが別のドメインの中に挿入されたためであると考えられている。これまで知られているドメインのうち、約4分の1が不連続となっている。共有結合している2つのドメインは、タンパク質の構造や機能の安定性の面において、共有結合をしていないものよりも有利である。また共有結合は、 触媒作用の中間体を安定化したり量費を固定するのにも役立つ。タンパク質の一次構造は特異的な三次元構造を決定している。タンパク質の三次元構造を決める最も重要な要因は極性、非極性のアミノ酸の分布である。フォールディングは素水性即差を分子の中に閉じ込める力によって進む。アライメントはドメインを決定する重要な道具である。 一般のタンパク質は浸水性残機に取り巻かれた素水性残機の核を持つ。ペプチド結合自体は極性のため素水性の環境では水素結合を作って中和される。これにより二次構造といわれる部分的な共通性を持ったポリペプチドの三次元構造が作られる。主な二次構造にはアルファーヘリックスとベータシートがある。 二次構造の簡単な組み合わせがいくつかのタンパク質の中で見られることがあり、超二次構造、またはモチーフと呼ばれる。例えば、ベータヘアピンは2つの逆平行ベータストランドが小さなループで結合された構造をしている。これは単独で、リーボンとしても、より複雑なベータシートの一部としても現れる。他の超二次構造の例としては、ベータアルファ、ベータモチーフがあり、 平行 β ストランドのつなぎ目でよく見られる。中央の α ヘリックスが1番目のストランドの c 末端と2番目のストランドの n 末端を結合する。いくつかのモチーフが一体となり、局所的にコンパクトな反独立のユニットを作ったものをドメインと呼ぶ。これに対して、ポリペプチドさ全体の3次元的な構造は、タンパク質の3次構造と呼ばれる。ドメインは、それぞれが、 ループで繋がった二次構造からなる素水性の核を持ち、三次構造の基礎的なユニットとなっている。タンパク質のパッキングは一般に外側よりも内側の方が密で、固体のような核と液体のような表面になる。実際、核の部分は保存性が高いが、ループの部分の残機はタンパク質の機能に関わっているにも関わらず、保存性は高くない。 タンパク質の3次構造はドメインに含まれる2次構造によって4つのクラスに分類される。アライメントはドメインの種類を決める重要な道具である。ドメインのサイズには制限がある。それぞれのドメインのサイズは E セレクチンの36残機からリポキシゲナーゼマイナス1の692残機の範囲にある。しかしドメインのント以上は二百残期以下、平均では 約100残機となっている。40残機以下のとても短いドメインは、金属イオンやジスルフィド結合で安定化される。300残機を超える大きなドメインは、複数の素水性の核を持つ場合が多い。自然は発明家ではなく、修繕屋だと言われる。新しい配列は、全く新しく作り出されるよりも、既存の配列を改良したものの方が多い。ドメインは、自然が、 新しい配列を作るときによく利用する材料でモジュールと呼ばれる。古細菌、新生細菌、深核生物のどの分類にも共通して現れるドメインもたくさんある。様々なタンパク質で広く見られるドメインには、例えば細胞外の凝固、繊維素溶解、補体に関わるようなタンパク質や細胞表面の接着、サイトカイン受容体のタンパク質などがある。 分子進化の研究により似たような配列構造を持つタンパク質のファミリーという概念が生まれた。しかし配列の相当性は同じ構造を持つタンパク質同士でも著しく低いこともある。共通の祖先から分岐したためにタンパク質の構造が似る場合もあるが二次構造の安定化の仕方が共通だったり進化の過程でたまたま同じような構造をとることも 少なくない。現在では4万5000を超えるタンパク質の3次元構造が実験的に解かれ、タンパク質構造データバンクに登録されている。しかしここには全く同じかほとんど同じ構造も多数含まれている。すべてのタンパク質は進化的な関係を考慮してファミリーに分類されるべきである。しかしドメインレベルでは構造の比較が最もうまくいくため、 タンパク質をドメインの3次元構造で分類する多くのアルゴリズムが開発された。CAS ドメインデータベースはドメインを約800のファミリーに分類している。そのうち10のファミリーにはたくさんのタンパク質が登録されていてスーパーフォールドと呼ばれる。スーパーフォールドは配列相同性のない少なくとも3つ以上の構造が含まれるフォールドと定義されている。最もよく見られるのは 前述したように、アルファ、ベータバレルのスーパーホールドである。大部分のタンパク質、すなわち3分の2の単細胞生物や80%の構成動物はマルチドメインタンパク質である。これらは遺伝子の重複によって生じた。マルチドメインタンパク質のドメインの中の多くは、以前は独立したタンパク質の中にあった。 深核生物のマルチドメインタンパク質に含まれるドメインの多くが原核生物のタンパク質の中にも見つかっている。例えば、脊椎動物はガー合成酵素、エアー合成酵素、ガーホルミル元転移酵素の機能を持つマルチドメインタンパク質を持つが、昆虫はガースマイナス2ガートという酵母はガートだけ分離したガースエアーズというタンパク質を持ち、 最近では三つとも分離したそれぞれ別個のタンパク質を持つ。マルチドメインタンパク質は新しい機能を作るように進化的な選択圧がかかって出現したと考えられている。多くのタンパク質が他のドメインを取り込むことによって共通の祖先から分岐してきた。モジュールは生物内あるいは生物間を次のような遺伝子、シャッフリング等によってしばしば転移してきた。 蒸気のような気候は、ドメインの拡散を促す。どのようなタンパク質にも受け入れられやすいドメインは、広い範囲のタンパク質、生物種の中に見られる。例えば、ABC トランスポータードメインは、すべての生物に見られ、最も大きなドメインファミリーを形成している。広い範囲の生物に見られるドメインには他に、代謝関連酵素や翻訳に関係する、タンパク質がある。 最も単純なマルチドメインは、一つのドメインがタンデムに並んだものである。3万残機からなる筋肉を構成する巨大なタンパク質チチンは、120を超えるフィブロネクチン3および Ig ドメインから構成されている。セリンプロテアーゼでは遺伝子重複により2つのベータバレルドメインを持つ酵素ができた。配列が広く分岐したため、これらの類似性は低くなっている。 二つのベータバレルドメインの間の裂け目に活性部位があり、活性に必要な残機は両方のドメイン上に乗っている。セリンプロテアーゼであるキモトリプシンの遺伝子工学によるミュータントは活性部位を除去してもある程度のプロテアーゼ活性を示した。モジュールはキネシンと ABC トランスポーターの例のようにしばしば異なった接続を見せる。キネシンのモータードメインは コイルドコイル領域とカーゴドメインを持ち、ポリペプチド差のどちらの末端にも存在しうる。ABC トランスポーターは ATP 結合化セットと内在性膜モジュールという相互に無関係な2つのモジュールからなる4体のドメインより構成されるが、これらは様々な組み合わせで並んでいる。ドメインは配置が変わるだけではなく、ドメインが他の場所に挿入される例も多く見られる。 他のドメインとの配列的、または構造的な類似性は挿入されたホモログがその元になったドメインと独立に存在できることを意味している。例えば、パル・アイファミリーのポリメラーゼの手のひらドメインに挿入された指ドメインなどである。歴史・タンパク質フォールディング未解決の謎と題した1961年のクリスチャン・アンフィンセンの講演の中で、 ポリペプチドが急速に安定なコンフォメーションに自発的に折りたたまれる機構が大きな問題として提唱された。この問題に関する多くの実験、研究が行われたが、タンパク質フォールディングの原理に関しては初期の研究に頼るしかなかった。アンフィンセンはタンパク質の自然な状態は熱力学的に安定で、コンフォメーションの自由エネルギーは最低値であることを示した。 ホールディングの過程ホールディングとは、タンパク質が生物学的に意味を持った形になる、ための空いた空間を探す過程である。サイラス・レヴィンソールの提唱したレビン、レヴィンソールのパラドックスでは、ある平均サイズのタンパク質が最低エネルギーの状態を見つける前に、可能な全てのコンフォメーションを調べるとすると10億年以上の時間がかかってしまうことが述べられている。 しかし、タンパク質のフォールディングには、通常0.1秒から1000秒程度の時間しか、要さず、タンパク質のフォールディングには、道筋があることが示唆された。実験的、理論的な進歩によって、フォールディングは、エネルギーの観点から見られるようになり、フォールディングの動力学は、部分的に折りたたまれた構造の段階的な組織化と、みなされるようになった。これは、 ホールディングファンネルという言葉で表される。つまり、折りたたまれていない、タンパク質は取り得るコンフォメーションが多くあるが、一度、折りたたまれたタンパク質の取り得るコンフォメーションは少なくなり、また三次構造が形成されるにつれて、エネルギーやエントロピーが低下してくることを暗示した言葉である。全体の折りたたみによって、内部の鎖の自由エネルギーも低下し、 徐々に取れるコンフォメーションの数を減らしながら一つの自然状態に向かっていく。フォールディングの順番多くの実験の結果によって、タンパク質のフォールディングは二次構造の形成から始まり、主に素水効果を原動力として三次元構造の形成へと続くことが明らかとなった。フォールディングの初期段階では、ポリペプチドのある領域が自発的に 素水効果で安定化された二次構造の要素を形成する。二次構造と三次構造は強調して同時に形成され、この過程は生成から凝縮過程と言われている。二次構造の結合の組み合わせ方は数多くあるため、トリウル、フォールディング経路も多数あるが、二次構造を正しく配置した組み合わせのみが自然状態となる。構造ドメインからなる。 大きなタンパク質の組織化の場合、それぞれのドメインが自律的にホールドされることで、組み合わせの可能性が狭まり、全体のホールディングを促進する。さらにタンパク質の内部に素水的な残機を持ち込むことで、大きなタンパク質は浸水性残機を表面に残しながら、素水性残機を内側に埋め込むことができる。しかし、内部ドメインのタンパク質ホールディングやエネルギーの 安定化に対する役割は、タンパク質ごとに異なっている。T4 リゾチームでは、あるドメインの他のドメインへの影響が大きく、タンパク質全体がタンパク質分解に対して、抵抗性を持つ。この場合には、C 末端側のドメインが早い段階で、ホールディングされなければならず、他の部分のホールディングには、ホールディングされた C 末端のドメインが必要であるという蓄次機構になっている。 独立したドメインは内部のドメインよりも早くホールディングされるということも言われている。またホールディングの立足段階はホールドされたドメイン同士を結合させるところだとも言われている。これはドメインが正確にホールドされないためか、ドメインの表面から水分子を除くなどの小さな調整がエネルギー的な障害になっているからだと考えられる。多くのタンパク質は四次構造を持ち、 サブユニットと呼ばれるいくつかのポリペプチド差が多量体となって分子を作っている。例えば、ヘモグロビンは2つのアルファサブユニットと2つのベータサブユニットから構成され、これら4つの鎖でヘムポケットを持ったアルファ、グロビンの形を作っている。ドメインスワッピングは多量体を作る機構である。ドメインスワッピングでは、単量体タンパク質の二次構造や三次構造は、 別のタンパク質の同じ要素で置き換えられる。ドメインスワッピングの範囲は二次構造の中の要素から構造ドメイン全体までに及ぶ。これはサブユニットの表面に活性部位を持つ多量体構素のように多量体による機能適用に向けた進化のモデルでもある。タンパク質の中のマルチドメインの存在はタンパク質に柔軟性と可動性を与える。観察された 最も大きなドメインの動きの一つは、ピルビン酸・リン酸ジキナーゼの回転機構である。ヌクレオチド結合ドメインの活性部位から、ホスホエノールピルビン酸、ピルビン酸ドメインに、リン酸元を移動させるために、ホスホイノシチドドメインが、両者の間を回転する。リン酸元は45、ドメインは、約100度も動く。ドメインの動きは次のような働きに重要である。酵素では、 あるドメインが他のドメインと閉じることによって基質が捕獲される。このような動きは異なる環境での三次元、結晶構造を比較したり、核気共鳴分工法での実験によって見ることができる。ガースタインらの詳細な研究によって、ドメインの動きはヒンジ型とハサミ型という二つの基本的なクラスに分類された。またドメインの再配列の際に、 大きなコンフォメーションの変化を引き起こすのは、インタードメインリンカーと言われる、鎖の小さな部分であることが明らかとなった。ヘイワードらによる研究で、多くの場合アルファヘリックスとベータシートの末端で、ヒンジを作っていることが分かった。多くのヒンジは2つの二次構造が、ドアの蝶つ害のように動き、開閉の動きを可能にする。開閉の際にアルファヘリックスの水素結合は変わらず、 強い弾性力でドメインを閉じ、気質を素早く捉えることができる。ドメインの境界での螺旋状態から伸長状態への変換機構は、まだ明らかになっていない。カルモジュリンでは、アルファーヘリックスに結合するドメインの中央の後、残機のねじれ角が変化する。螺旋はほぼ垂直に2つに分かれ、伸長した鎖の4残機によって小さい方の螺旋が切り離される。 ハサミの動きには、ドメイン表面の小さい滑りの動きが関わる。ハサミの動きをするタンパク質の多くは、二次構造が、積み重なった、相乗構造を持っている。インタードメインリンカーは、ドメイン同士を近づける働きをしている。ありがとうございます。